朝日駅前通り停留場は、高知県高知市朝日町2丁目にあると佐伝、交通イノ線の路面電車停留場。当停留場は1906年、イノ線の乗りで鏡川橋間の開通に伴い、開業した。開業当時の停留場名は赤石前停留場で、1938年に、朝日駅前通り停留場に改称した。朝日駅前通り停留場は、 伊野線の平洋軌道区間にあり、道路上にホームが設けられている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配される。ただし互いのホームは、交差点を挟んで東西方向にずれて位置しており、東に伊野方面行き、西にハリマや橋方面行きのホームがある。停留場名にもある、四国旅客鉄道土産線の朝日駅は、 北へ300メートルの距離にある。朝日駅前通バス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。ABC 土佐電鉄の電車と街を愛する会、土佐電鉄が走る街混雑 JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2006年、98.156から158ページ。ISBN4 から533064116。ABC 今尾啓介。 日本鉄道旅行地図帳11中国四国新庁舎2009年60ページ ISBN 978から4から10から79万29から6上野広と土座電交通再出発便利な市民の足に高知で設立式新デザインの車両披露毎日新聞 AB 川島慶造四国九州ライン前線全駅 前廃線第2巻四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年、40.93ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。路面電車は行く高知高知新聞社、1998年、89ページ。ISBN 4から875032684。ありがとうございます。